はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、売買損益のね、問題をやってみましょう。東海中学の問題ね。ちょっとね、解けそうでね、解けないような問題なんですけれども、じゃあやってみましょう。ある品物を何個か仕入れ、3万6千円払いました。ある品物を何個か仕入れ、3万6千円。さあ、仕入れ値の倍の値段で定価をつけたところ30個売れました。で、残りを定価の3割引きで売ったら全て売り切れました。全体の利益は2万2500円でした。この品物は四角個仕入れましたと、ね、さあ、もう一回見ながら分析していきましょう。さあ、ある品物を何個か仕入れたわけです。原価で四角個仕入れたたら、仕入れの3万6千円でした。で、そして、仕入れの倍の定価をつけた。だから、原価を1とするとね、1個の原価を1とすると、倍の定価をつけたから、定価は2になるわけです。結構な利益率です。で、利益は1ですね。利益は1利益です。1で仕入れてきて2で売ったら1が利益です。で、これが30個売れた。で、残りは3割引きで売って全部売り切った。さあ、3割引きにした。定価の3割引きにすると、四角にかける1引く0.3ですから、0.7かけて1.4が3割引きの売り値です。で、この時にね、全部売れてね、丸々損というのはないわけです。で、全体の利益2万2500円だったと。一つは1の利益で30個売れた利益。そして残りは1.4ですから、利益はこれ0.4ですね、これね。利益は0.4四角です。さあ、これで売れたのも含めた、残りは0.4の利益で売れた。ただ2万2500円だったわけです。さあ、この時に何個仕入れたか。さあ、個数がこれヒント30個しかないわけです。で、ただね、これね、もしもね、もしもですよ、全部1.4で売れた場合、全部1.4ね、全部3割引きだった場合ね、全部3割引きだったら、これね、0.4が利益なわけです。1が原価で0.4が利益ですから、3万6000かける0.4の利益ですよね。0006427、1万4400円の利益しかないはずなんです。の利益のはず。さあ、しかし30個1の利益で売れてるから2万2500円、ちょっと多いわけです。2万2500引く1万4400は8100円多いですね、これね。ってことは、この8100円とは何かっていうとね、0.4より多い、1で売れた分の0.4より多い0.6分が8100円なんです。ちょっとね、面積図にしてみるとこんな感じ。全部で四角個仕入れたと。で、30個は
1で売れて、1の利益で売れて、そして残りは0.4 で売れた。でこの時にこのここ全部で22,500円、ここね、この全体が22,500円で、でこの飛び出た分、これが8,100円。でここの部分、ここの部分が14,400円です。じゃあね、ここいくらかちょっと出してみます。ここは 0.6 ですね。ここ 0.4 です。つまりこの30個分の 0.6 の下の部分 0.4 は8100円の6分の4ですね。3分の2倍です。そうすると8100を3で割ると2700でいい、そうだね、2700×2 5400円。つまりここの部分ね、ここの部分5400円です。でじゃあ1で利益、1で売れた、定価通りに売れた分の利益は全部で8100+5100 ね、8100+5100円の5400円かの13,500円です。これが定価通り売れた利益です、ね、で何個売れたかというと30個売れたわけですから、13,500÷30 は450円。これが1個の利益、四角1です、ね、で利益と原価は一緒ですね、これね。だから原価450円なんですよ。さあ原価450円出ました。じゃあどこまで何を出せばいいかっていうと、さあこの品物は何個仕入れたかです。で36,000円仕入れて1個の原価が450円って分かりましたから、36,000÷450ですね、これね。ちょっと変なところに書きますけど、36,000÷450は80個。なんかこの品物は80個仕入れたことになるわけです。ちょっと見直してみましょうね。30個仕入れた。80個仕入れて30個定価通り売れた。残り50個です。で、このね、22,500から13,500引くと、ここの部分9,000円になります。だから、3割引きして売った50個売れた利益は9,000円なんです。で9,000を50で割ると180円、1個あたりの利益が180円です。つまり 0.4 が180です、ね、ただ1はいくらかっていうと、180÷0.4 するとやっぱり450円になって、1個450円の原価、それに180円の仕入れに足すと630円、630円ね、で定価900円ですから、900円の3割引きっていうと630円になるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日はここまでしましょう。東海頑張ってください。